ペレットストーブ専門店渋川市ペレットマン群馬です。今日もですね、昨年12月にお世話になりましたお客様のストーブがですね、エラーのブザーが鳴ってまた表示が出ているということで、ご連絡ありましたので、今ですね、リカバリーというかですね、メンテナンスでお邪魔すべくですね、向かっております。ご採用いただいた機種はですね、イタリア製のペレットストーブで9キロの暖房能力のあるロゴというですね、大型のストーブでありますけども、エラー表示はですね、確認できておりますので、まあ、どの箇所を見ればいいかっていうのは、まあ、承知をしながらですね、準備をしております。まあ、おそらくですね、調整をすることで解消できるんだろうというふうに思っております。まあ、その様子もですね、またお伝えできればというふうに思います。ペレットストーブのこと、メンテナンスのこと、申請設置のこと、また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブに関することで何かございましたら、ベルク渋川店隣ペレットマン群馬までお問い合わせください。